阪神があんなに強い理由ちょっとわからない。なんでや、広島を三立てするとは思わなかった。ダントツの強さやな。猛虎が勝つ理由、そらこんな感じやからな。強さ議論するなら足攻守バランス良いからやろ。守備はちょっとあれだけど投手でカバーしとる。なんなら打線もあれな時もあるけど投手がカバーしとる。要は投手や最強と孤独って表裏一体なんだな。ゲーム差が開くたびに周りに誰もいなくなってしまったペナントを思い出すよ。そして CS では予想以上の蹂躙に申し訳なさすら感じる。遊びのつもりがアリを踏み潰してしまった時の虚しさみたいなね。オリックスよ、お前らは簡単に踏み潰されてくれるなよ。3連覇くらいしてから言う。上がってきたのが広島だったから、これが横浜だったら逆だった可能性が高い。目立つ選手近本くらいやのに勝ってるよな。マートンとかおった頃の方が選手層は厚かったと思うんやけど、チーム得点1位だし野手も普通に優秀だろうな。甲子園補正がなければ大山、近本、中野、木浪は3割いってたんじゃ。交流戦見るとパには弱いが背には強いに、チシリは負ける。ご視聴ありがとうございました。